この里山もそうだよ。これはここはまあこの辺ご存知かどうか、この辺まあ割と裕福な農家が多かった。ここは本当に里山だったわけ。だから木がこれぐらい太く成長すると切ってそれを薪にしたりいろいろ使った。でそれがいないわけじゃん。もうだからさ、こんなんじゃなくてこんなんなるまでほったらかしなんだよ。はい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 。でこんなんなっちゃったら切れないんだよ。はい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 。俺たちで、うんうんうん、ほっと道路公園センターにさお願いしますって切ってもらって、それも今みんなほら残したい残したいでさ、残すことがいいことじゃないんだよね。ああ本当は回した方がいいんだよね。そう、そういうこともね今もう忘れてんだよみんな。大きくしなくたってさ、どんぐりの木なんてのはさもういっぱい生えてくるわけで、どんどん新しく、はいはい、だからこれくらいになったら切る、これくらいになったら切る、あとまたどんどん来る、出てくる、それでね、使っていけばいいんだけど、もうここもね、大きな木になりすぎて困ってんだけど、もうね、大きくなりすぎちゃうと本当に切るのができないですよね。 それでいてやっぱり大きくなる、今の大きくなりすぎるとやっぱり今周りの環境が環境だから木も弱っちゃって折れたり倒れたりするわけです。余計危なくなっちゃう。危ない。そういう、まあいろんなことがあるけど、いろんなことを、森店っていうのを、これで 10年ぐらいやってんだけど、ここで森店っていうのをやって、でそこにみんな集まりながらそんな話したり感じ取ってもらって、これから先にどうその自然と一緒にこう暮らしていくかっていう、まあ本当はみんな考えてもらいたいなと思って、もう考えてくれって言いたくないからね、来てもうそれぞれが体で感じ取ってもらう、それでやってんだよ。ここは市の持ち物なんですか？ん？市の持ち物なんですか？ここは。ここ？はい。ポツポツと民有地があるけど、うん、ここはもう市です。市というか、はい、緑地保全地区に指定すると、はい、国のものなんですよ。市が管理してる。はい、で、その一切他のことに使えないっていう法律があるんですよ。その指定すると、はい、でそれでその自然を残すっていう、その運動を最初やってた。ほうほうほう。この辺に民有地があるから、うん、それをなんとか市に買ってもらって、うん、将来ずっと緑に残すようにっていう、うんうん、で今は残せてるようになったってことですか？この辺、大体そうだね、1、2箇所、はい、なんか
まあ、いつの時かわからないけど、でもこのここ多分10年、うん、そこら辺でなんか開発されるから、あのそういう反対っていうかっていうのが、なんか多分その日大とかその近くのあたりなんかあったみたいで、なんかそういうチラシみたいなの見たなと思ったんですけども、僕もね、もともとそれだったの。この下の方の斜面が、はい、にあのマンションができるっていう話があって、でそれはまずいだろうっていうんで、まあそれに反対運動をして、ただ反対するんじゃしょうがないから、だからそれをなんとか市に買ってもらいたいっていう、まあ、運動をしたんです、はい、玉見トラストの会っていう会を作って、はい、やったんだけど、はい、なかなかね、これは不思議なんだけどね、これ自然が多いからってみんな引っ越してこの辺に住むんだけど、うん、住むだけで関心ないんだよ、はっきり言って、うん、例えばの話、ペットボトル1個落ちてても散歩で回ってる人拾って捨てるってことないわけ。例えばどうその自然を保っていくかっていうのも全然考えてないし、本当ね、みんな自然って言うけどね、本当にそれを考える人ってのはもうごくわずか。だから募金を集めてそれを市に使ってもらって、その今の民有地を買い取って緑を残すっていう運動をやってたわけだけど、募金なんて集まんない。集まんない。もう自分たち税金払ってるからその税金でやってもらえばいいっていう考えが。だけど税金だって限りがあるわけ。だから自分たちこの辺住んでて残してもらいたいんならさ、やっぱり、ほとんど毎日のように散歩したり、これ窓を開けてさ、綺麗だね、ああ紅葉したね、ああ花咲いたねって楽しんでるわけじゃん。つまり借景なわけだよ、はいはいはい、それにさ、まあ今のあれだったら月1000円ぐらい出したっていいわけじゃん、ね、そんなつもりは全然ない。みんな利用はするけど、これはね、残念ながら素晴らしい日本人ではあるけれども、そういうところはちょっと不思議だね。まあこの話になると長くなっちゃうけど、一つだけ言っとくと、日本でボランティアってなかなか本当の本来のボランティアってダメなんですよ。みんなボランティアいかにもいいことやってるような顔をしてるけど、いいことやってる自己満足、うん、本当のボランティア活動ってのはほとんどない。ほとんどあるよ、もちろんあるけど、ほとんどだ。それはさ、宗教から来てる。日本人はさ、生まれた時はさ、清らかな素晴らしい人間として生まれてくるわけ。外国、キリスト教なんかそうなんだけど、子供はさ、こう悪にまみれて生まれてくるわけ。ああ、全然逆ですね。だから生きてるうちにいいことをして罪をその軽くして死んでいこうっていう教えなの。だから日本は逆なんだよ。いい姿で生まれてる。だから悪いものを身につかないようにしてる。だから自分の罪をその何かいいことしてそのツーペイにしようっていう考えがないんだよ。これは根本的にその宗教的な問題がある、うん、全然違います、うん、だからそんなことしなくても私はいい子だよ、みんな思ってる。向こうはさ、ちょっと悪さすると、なんか、いいことしなさいってね、そう言われる、教えがある。そういうのないじゃん。
まあ、キリがないからここまでにしましょう。